はい、ループチパリジャンです。本日は、紋章型の蔵書表というものについてご紹介します。で、書表を語る上でこの紋章というのがもう欠かせないというより、紋章の知識がないともう全くその蔵書表というものっていうのを理解したことにならないに等しいというぐらい非常に重要な要素となっています。なぜかと言いますと、もともと紋章自体が個人を証明するような一つの役割を担ってたわけですね。だから簡単に言えば、今の蔵書表って大体何々さんっていう、まあ3とは書かないけど、僕だったら純一石川とかという名前が蔵書表の中に刻まれるわけですけども、それでまあその人の書表っていうことがわかるわけですが、紋章の場合はもう紋章が、名前がなくても紋章があればその紋章だけで誰々の家系の誰々さんってわかるんですね。まあ、そういったことで、実はこれはまあまたこういう話しますけど、蔵書表以外にも紋章というのはたくさんいろんなところに使われてきたと言われています。はい、で今回はすみません、あんまり貼り付け当たる蔵書表で紋章型でいいやつがないので、この古い本を紹介したいと思います。ちょっと、参考に 2点ほど紹介します。で本はこれアルモリアルブックプレートって本当そのままなんですけど、タイトルアルモリアルっていうのは紋章って意味ですね。よいしょ、アルモリアルブックプレート1892年ぐらいの本です。はい、でですね、まず1個目紹介するのがちょうどこの表紙になってるやつ、これですね。はい、よいしょ、こちらの紋章です。で、ここは十字に切ってあって、これはちょっと専門用語になっちゃうんだけど、サブオーディナリーっていう、要素だと思います、おそらく。で、ですね、特徴はまずここに縦がありますね。でこの縦というのが紋章を語る上で外せない最重要要素というか、これ自体が紋章なんです。一応これ全部合わせてもう紋章なんですけど、これだけでその誰のものであるかということが分かるということです。例えばこの紋章が本に貼り付けてあればそれだけで分かる。ただその周りにこういうものを飾ることで、いかに自分の紋章が素晴らしいかとか、そういう大紋章っていうんですけど、こういう他の要素、クレストとか、マントリングとかいろいろあるんですけど、全部合わせて大紋章と呼ぶのですが、ここだけでこの縦のところのデザインだけで誰のものかというのは分かります。でこれはヘンリー8世の時代に枢機卿かなんだっけだったっけかな、トマス・ウルジーっていう人がいまして、彼の紋章ですね。でトマス・ウルジーはですね、もともと貴族じゃないんですよ。というかね、紋章って誰でも持てるわけじゃなくて、基本的に貴族とか、あと準貴族っていうのもあるんですけど、あと騎士階級で、なんだっけ、エスクワイヤーとかジェントルマンとか、そのぐらいの人しか持てない、まあ要は上流の人たちしか持てない、そういったもので、審査を受けてそれに通った人しか持てないんですね。でトマス・ウルジって実は言うと、なんかどっかの靴職人の子供か何かで、ものすごい低い地位から枢機卿前になり上がった人で、はい、でまあそういう地位が高くなったので、こういった紋章を作れるように、使えるようになったということですね。だからこれはトマス・ウルジの初代の、紋章って継承していくんですよ。だから例えば古い紋章だと、もう何十代で引き継いでる紋章っても今に残ってるものっていっぱいあるんですね。なんだけどこれはトマス・ウルジの第1代目の紋章ということですね。ここからまあいろいろ変化していったりした可能性は高いです、その息子とか継承した人たちがですね。はい、あともう一個紹介します。ちょっともう時間がない、ね、どこに行ったか分かんないや。すいません、今日ここまでにします。ちょっとこれ紋章ややこしいので、何回に分かに分けて紹介しようとは思っているんで、はい、また興味があったら見てください。失礼します。